ボイシー西戸明子のメタでしょう。おはようございます、西戸明子です。このチャンネルでは自分に無意識のうちにかけている制限に気がつき、そこから自分を解き放ち、無限に広がる可能性に意識を向けて、自分自身を思いっきり楽しく生き切るためのヒントをお届けしています。さて、今朝のテーマは、もう落ち込むのは終わりにしよう。昨日は西戸明子コミュニケーションアカデミー、コミュニケーションマスタークラスの授業がありました。その中でもお話しさせていただきましたし、まあ、よくね、受講生さんには言ってるんですけれども、もう落ち込むのやめないって。なぜかというと、落ち込むっていうのは多くの場合間違った思い込みから来てるなと思うからです。思い込みその1、すぐに結果は出るものだ、こんなわけないやろっていうね。例えば授業で今対話っていうことをやっています。ダイアローグですね。最近こうちょこちょこビジネスの世界においてもダイアローグが大切なんだっていうような言葉を耳にするようになってきましたね。会話、おしゃべりじゃない、議論でもない、対話です。昨日はその対話っていうものをやるにあたって、まあ、心構えっていうんですかね、こう姿勢ですよね、自分の在り方、それから相手の話の聞き方、自分の内なる声、ね、誰かとこう喋ってる時も自分って大体頭の中で喋ってますよね。いやそうは言ってもさとか、いや私の場合さとか、大体こう次何言おうかななんて考えてたりもしますね。そういう、こう自分の頭や心の中の声の聞き方、さらには話し方、まあそういったことをですね、これまでの総復習も兼ねてお話しさせていただいてたんですけれども、まあ、そうするとですね、いやなんかあれもできてない、これもできてない、難しそう、私には無理かも、ドーン落ち込む、まあ、みたいなことがですね、起こりかねないわけですね。そういう時っていうのは、しかしそもそも何かを聞いて学んですぐできる、すぐ結果が出る、はいこれ本当ですかってことですね。いやそもそも私自身がそんな対話って言ったってなかなかできませんよ。人の話聞く、はいなかなかできません。もうかれこれ30年このことやっております。それでもやればやるほど、ああやっぱりできないなって思うんですね。しかしながら、だからこそ面白いんですね。ああまだ目指せる高みがあるっていう感じがします。まあ本屋さんに行けばですね、3日で〇〇になれるとか、1週間でこうなれるとか、3分でなんていうね、もう本当にもうすぐできますよというような、文言が非常に多いです。しかし皆さん、そういった本を読んでみて思われたことが一度はあるでしょう。ああそうは言っても時間をかけてちゃんとやらなきゃいけないんだなと。はいそうでございます。昔メタリカっていうメタルのバンドがありまして、そのギタリストの方にインタビューさせていただいたことがあります。でそのギタリストの方がね、よく聞かれるんですよって、どうやったらギター上手になりますかって、簡単です、毎日練習することですって言われてました。すぐに簡単に上手になる方法なんてありませんっていうことですね。まあ何でもそうだと思います。というわけで、すぐに結果が出るものと思い込んでいると、はい、この誤った思い込みによって落ち込みやすくなると思います。落ち込んじゃう原因の誤った思い込み、その2、できないのはダメなことだと思っている。はい、それ本当でしょうか。何かができないことがダメなんだったら、まあ全員ダメですよ。だって何でもできる人なんていないですもん。ああそうそう、昨日授業の中でね、素敵なできないの告白がありました。それはその事実をね、起こった事実をちゃんとこう見ようねって、洞察しようねっていう話を、まあ、授業の中でしてるんですけれども、毎日さんっていう方がね、
例えば会社の後輩に何か伝えなきゃいけないような時、叱らなきゃいけないような時、自分は都合のいい事実だけを抽出していて、ありのままに事実全体を見ることができてないって言われたんですね。すごいなって思いました。だって事実を自分がどういうふうに見ているのかっていうことを見ることができている、だからそんな発言が出てくるわけじゃないですか。無知の知っていう言葉がありますよね。知らないっていうことを知っている。実はこの領域に至るのって結構大変ですよね。いや自分は分かってるよ、自分は知ってるよってつい思ってしまう。でも、あ、自分はこれ知らないんだ、分からないんだ、分かってないんだということを知るっていうことは、そこまでその何かの領域を探索した、しっかり見たってことですよね。だから分かってないってことが分かった。つまり何かができないって分かってるってことは、今自分ができる端っこまで行ってみたから分かることだと思うんです。できないのはダメなこと？本当でしょうか？落ち込んでしまう原因の間違った思い込み、その3、人と比べて劣っていると思ってしまう。はい、それ本当でしょうか？これは先日のお金のワクワクコミュニケーション講座の中でもお話をさせていただいたことなんですが、何かと何かを比べるっていう時はですね、その比べたい項目以外のことは全部同じにしないと比べようがないですよね。はい、じゃああなたが自分と誰かを比べる時、あの人はできるけど私はできないと思う時、それ以外の条件は全部一緒ですか？はい、ほぼ全部違いますね。それなのに比較が成り立つと思っている。はい、それ本当でしょうか？というわけで、落ち込むのはそろそろやめにしませんか、というご提案でございました。さて、今朝はスペシャルなお誘いがございます。題して、サロンド西戸女性限定アフタヌーンティーの会。はい、今までこういうですね、女子っぽいことをほとんどやったことがない私でございますけれども、今回やってみようと思いました。そのわけは、誰にも言えずに自分一人で抱え込んで苦しんでいる女性たちが多いということを感じているからです。こんなこと誰にも言えないなーって、もしあなたが一人で抱えていることがあるとしたら、私は言いたい。一人じゃないよって。本当はね、誰だって誰かに聞いてほしいと思うんですよ。でも友達や家族だからこそ言いづらかったりすることってありますよね。私が尊敬するオプラ・ウィンフリーというアメリカのテレビ司会者の女性は、とにかくそのテレビ番組にね、いろんな方も、一般の方から著名人までゲストにお迎えして、その方たちのありのままをインタビューで引き出してくれたんです。例えば、ウィル・スミス、アカデミー賞の受賞式でしたっけね、司会の方に暴力を振るってしまってといった、そういう、ことがありましたけれども、彼がね、もう大金持ちですよね、大スターですよ。でも実はお金の不安があるんだっていうのをインタビューでオプラが聞いていました。それを聞いた時、ああ稼ぐ金額って関係ないんだな、持ってる金額ってお金の不安と関係ないんだなっていうことを教わりました。連続殺人を犯した男性のお父さんが番組に出てきて話をしてくれたこともありました。そこにいたのは一般のお父さんと言われる方々と何も変わらない、子供を愛する、子供の幸せを願うお父さんでした。不倫をしている女性、整形手術をやめられない女性、万引きをやめられない女性、奥さんを殺めてしまった牧師さん、
本当にいろんな人がオプラの番組に登場して、彼らの心の中でその時一体何が起こっていたのか、今何が起こっているのかということを話してくれるんです。私はその番組を見ていて、みんな同じ人間なんだなって思いました。そして話せる、言葉にできるということがどれほどその人自身にとって心が楽になることであり、またそれを聞かせていただけることがどれほど多くの人の勇気になるのかっていうことを知りました。だから今私にできる形でそれをやりたいなって思った。そこでサロンド西と8月25日金曜日の午後2時からです。今回は京都で開催することになりました。京都の素敵なホテルのラウンジで美味しいアフタヌーンティーをいただきながら、どんな話でも構いません。楽しい話でも悲しい話でも悔しい話でも嬉しい話でも、リアルでしかも6名限定っていう、そんな回だからこそ特別な対話の場がそこに生まれるんじゃないかなって楽しみにしています。6名限定、女性限定です。ご参加お待ちしています。それでは今日も良い一日をお過ごしください。お出かけの方気をつけて、いってらっしゃい。西戸明子でした。